ガンマン大黒天さんへ行くルートですね。まずね、このね、鐘楼っていうのかな、こういう建物を目指してまず来てもらった方が分かりやすいです。在所の中やからね、まずここに至るにはまずナビでね、なんていうのかな、西寺集会所っていうのかな、西寺っていうとこだと思うんで、またちょっとね、しても福崎町のね、西寺集会所という、ここをね、まずナビで検索してください。それで、これ、神社がありますんでね、神社の鳥居っていうかね、この上ね、神社になってますわ、この鳥居ね。神社の神輿の入れてるあれやと思うんですけどね。何の神社やったかな、なんか難しい字書いてる。でね、こっちはなしにね、あ、こっちを上がってくださいね。こっちの道を上がっていってください。右側ね。でこっち上がると神社に行きますんでね。何々神社って書いてあるの、八幡神社と書いてるのかな、八幡神社の森って書いてるのかな、あれ。だからこの上がね、神社の跡ですからね、八幡神社、福崎町の八幡神社で検索してもらって、まずここに到達してもらってください。そして到達した後は、この左やなしに、この右側の道をずっとね、上がっていくと、桜がね、向こう見えてきますから、あの桜が目印でね、ずっと上がっていったら、宮の丘、ふれあい公園のね、駐車場まで行き着きます。まあそういう感じでよろしくお願いします。あとはね、ガンマン大黒天さんまでの動画をご覧ください。はい、皆さんこんにちは。今日は、マンガン大黒天さん福崎ですかね、ここに訪ねてきました。これはね、駐車場そこらに あるんですけれども、これ公園の駐車場なんでね、ゲートボールしたりとかしてはります。なんとかゴルフやっちゃね、グランドゴルフやっちゃね、そういうところでも使われてるみたいですけど、ここ結構ね、まあ、桜がね切れそうなんですよ。ただここまで来るの大変なんですよ、結構ね。これね、向こう側にね、ラミで調べて向こう側にね、多分出てくるはずです。で階段登らなあかんんですよね。遠くなっちゃうんですよ。大黒天さんに行こうと、この大黒天さんに行こうと思ったらね。とりあえずこの宮の丘公園、ね、他の公園の、駐車場に停めて、それでまだ上がらなあかんんですよ。で、ここね、ただね、上がって、ここが私さっき上がってきたんですよね、道見つけて。結構ね、桜がこれ切れそうですよ。うん、静かなね、桜のね、花見できそうですよ。あんまり人がね、密集しそうにないのでね、宮の丘ふれあい公園でね、検索したらね、変なとこ出て、向こうから道出てきますんでね、この道上がってきてくださいね。これまた別の動画でちょっと挟み込んでおきますわ。で、これね、上にもね、ちょっと止めるとこはありましたけどね、ちょっとさっき言ったら、ちょっと道案内兼ねて、また下がってきて、もう一回ちょっと上がりますわ。桜がね、もうとにかくね、ナビの通りにとってえらい目に遭いますね、ほんまに。この道出てきませんからね、ナビで。だからちょっとね、目印になるね、ポイントのね、住所っていうか、建築物みたいなのがありますからね、またそこもね、ちょっとできれば挟み込んどいて、あげた方がいいかもしれない。なんか福崎の人なんても分からへんみたいやからね、なんか、うろちょろしてなんか電気が光ってんねんけど、あれがどこや。こんなん夜中こうやって歩かれへんからね。昼間のうちに見とかんと。このでっかい、でっかいなんか知らんけど、なんすか。関係者以外、禁止。さっきちょっと私も、どこやろ思って車でちょっと見てみて。なんかこけて滑るそうでね、この道。一応ね、でもおばあさんとかやったら、ちょっと歩くの大変やから、
車で送ったってもね、まあ私も行って帰ってこれたんで、あそこの公園の駐車場まで帰ってこれたんでね、なんとかなるとは思います。ああ、自分本当にあれだな。怖いですね、先に何があるか分からないんで進むのね、こんな道コケブイ取るね、人がいかにあんまり通れへんか、はあ、休み休み行かせてください、ごめんなさいね、ちょっと、あのね、ここに止めれるんですよ、ここね、ただまあ誰の土地か分からないし、多分 市か県かなんかそんなんやと思うんやけどね、町か町の水道か局やから、ここに止めらしてもらってもいいと思うさ。さあ、ここからですね、ここから坂通ろうやろさ。ちょっとこれね、車に登るのはやばいですね。まあ、いけんことはないですよ。まあ、おばあさんやったら、連れてあげてもいいでしょ。人が少ない時やったら。これ夜電気ついたら不気味やろうな。ゲゲゲの鬼太郎が出そうやね。目玉親父とかよ。火の玉のやつが。ああ、ちょっと。こんな灯籠でもよう見ていたら面白いんですね。これ次の形してましたろ。こっちは火の形。なんかこれ意味があるんですよ、いろいろね。ちょっと私も今は説明要せんけど。三日月。これは丸。神社に行ったらこれ見てもうたら面白い。よし。ああ、まあ、車で上がってこないことはないですわ。ほら、蝶々が見てきた。ああ、ちょっと。お百度石あるしね。ああ、今日は曇り空やけど、晴れとって見晴らしやろね。ああ、敷地はこんなもんでね、50までした感じですわ。上がってきた階段ね。ここから下崖やから。はあ、綺麗ね。うん。それからあれが高速道路だからね。高速道路からこの赤いね、あれが見えるっていうんですよ。なんか電車も走ってる今ね、ちょうど万丹線ですわあれ。ね。あれが高速道路。この見えてんのがこの赤いやつですよ。マンガン大国って。電っていうの。まあなんか赤い調子といえば、あの、向こう行ったら、安富の方行ったら、安鹿鴨神社のね、でかい調子見えますけど、あれはまあ昼間でもこっち目立つわね。近い、割と近いから。見晴らしはいいです。まあここに到達するためのね、これなんすか、どうもこんにちは、よろしくお願いします、よしてもうてありがとうございます、ちょっと後でお再生させていただきます。南無妙法蓮華経やから日蓮宗かな、なんやろね、後でお再生します、ちょっとカメラ持ってください、よしね、面白いですね、赤い風船みたいな、バドバルーンみたいなね、もう絵もだいぶ古くなってきとるな。はい、こんにちは、よろしくお願いします。なんかあの
マンガン、ガン、ガンマンっていうの、マンガンじゃなかったっけ、大黒天やから願いが叶うのかな、叶いそうな、そういうとこですけど、これしゃむしゃみたいなとこは閉まってるね。うん、まあ今日もひっそりしてますし、あの桜見に行きはった時にちょっと覗いてみはったと、結構あの桜なかなか行けてると思いますよ。なかなかあの見た感じね。まあそこでちょっと坂見えてるから、あれするのはシート敷いて弁当食べるのはどうかなと思うんやけど、でもまあ駐車場も あるからね、道さえ迷わへんならええとこです。まあまあそんなこんなでね、まああのちょっとすいません、はあはあ言ってちょっと疲れた感じでしたけど、ぜひ、福崎のこの不思議なスポット、ガンマンっていうのやな、ガンマン大黒天さんにね、ぜひお越しください。それではまたお会いしましょう。よろしければ、楽しかった、面白い動画と思えば、また、チャンネル登録、それでいいねボタンをよろしくお願いします。励みになります。では、さようなら。